はい、おはようございます。釣り子 TV です。6月にですね、いよいよ待ちに待った今勝社のアノワームが発売されておりました。早速買ってきましたよ。こちらジャバギル110今勝つということで、ジャバロンですね、ギルタイプのワーム、これの110、2つサイズがあって、それの大きい方のサイズが先に発売ということで、1つ買うことができました。で、リアルカラーもあるみたいなんですけども、人気すぎてですね、見かけることすらなく、この通常のリアルカラーではないカラー、これをなんとか1つだけ、買うことができましたので、早速開けていきたいと思います。裏側はこんな感じで、結構細かく説明が書いております。価格は1300円ということでございます。で、カラーはですね、 GP ギル、これ GP ギルっていうカラーなんですけども、この通常のリアルタイプじゃないカラー、いくつか色選べたんですけどね、白色とかもあったんですけども、今回この GP ギルっていう色が変えたんで、一つ買ってきてみました。はい、じゃあちょっと開けていきたいと思います。ブリスターパックになっていて、まあこの上かな、ジャバギル、いよいよどんな感じか開けていきますよ。全部出てきちゃった。はい、こんな感じです。じゃあちょっと、こんな感じのブリスターパックで、はい、では見ていきたいと思います。どうですか、これで後ろがこう蛇腹構造になっていて、あ、ですごい薄いヒレが上と下にこうあるんですね。で、尾っぽもこんな薄さ、結構薄い尾っぽがあって、顔はこんな感じですね。で、目はシールが貼ってあって、背びれもありますね。で、ここにもこういう胸びれが一対あって、で、ここに何やらコア材みたいなのが入ってるんですよね。はい、こんな感じで、めちゃくちゃ釣れそうじゃないですか。あ、で、ここにさらにこういう動きを出すための部品ですかね、こういう横の円形のヒレみたいなのもついてますね。はあ、なんか結構こう見れば見るほど細かくいろいろなパーツが組み合わさって、最初のジャバロンの頃から比べるとだいぶこのいろいろなこだわりが満載っていう感じですね。はい、こんな感じです。で、水晶フックがですね、裏に書いてあったんで、最初に水晶フックのとこですね、ガマカツだとエリートツアラ 316R の50番、デコイだとキロフックのワーム1750番、フィナだとパワーステージ深掛けの50番、基本はあの50番のフックがいいっていうことみたいですね。で、
持ってなかったんで一緒に買ってきました。ガマカツでの推奨フックワーム 316R の50番、これがですねこのジャバギルには推奨フックですよということなので買ってきてました。で裏に説明書きがあるんでちょっと読んでいきたいと思います。世界初ジャバロン構造を進化させた縦泳ぎ姿勢のオフセットフック仕様ギル型ワーム、ジャバロンギル生誕。ジャバロンギルは今活のオリジナルスイムベイトジャバロンのジャバラオフセットフック構造の DNA を受け継ぎ、世界初の縦泳ぎ型リアルギルシェイプ&アクションを実現したギル型ワームです。ネイルシンカー挿入で縦泳ぎのスイムベイトとして、またテキサスリグやダウンショットリグではボトムで縦に立つ今までにないギル型ワーム平打ちアクションを実現しています。タスキ掛けオフセット法、中空構造インナーコア成形のボディはインナーコアを簡単に取り外すことで状況に応じたフッキング率の向上や簡単なフローティングチューンも可能としています。世界初の機能が満載されたジャバギルは使い手の工夫とアイデア次第で無限の可能性を秘めた新機軸ギル型ワームです。ご注意っていうのが書いてありますね。デフォルト状態のジャバギルはスローシンキングです。でフックセット方法っていうのが結構細かくこうやんだよっていうの書いてあるんで説明読みながら刺していきたいと思います。ここをよく見るとですね、コイルが頭のとこにこのコイルが入っていて、これによってまた持ちがいいようなバネチューンが最初から頭のところに仕込まれてるんで、ここら辺を利用しながらこの水晶のオフセットフックを刺していくことによってセットアップするみたいです。じゃあ早速1本出して刺してみますかね。でここにフックを抜き刺す穴のこのちっちゃい丸ポッチのこの穴、ここから入れて逆側にもあるんでこのガイドに沿ってきれいに出してくださいということですね。特徴的なセッティングってこと で最終的にはこんな感じで刺すっていうことです。出してはい、できました。こんな感じで、わちょっとなんか姿勢が悪いんだよな、間違ってんのかな。でもエリートツアーラー 316R の5番合ってるよな。まあこんな感じでタスキ掛けにセットするってのがアイデアのこのジャバギルのセットの肝みたいですよ。で口のところにはコイルがあるんで見切れしづらいっていうことで、これでちょっとやってみますかね。でこうなってるんでこう泳ぐのかなって思うんですけど、泳がそうとするとこのジャバロンの独特な形状によってちゃんと縦になって泳いでくる。で、フッキングもこのフックセット方法だとバッチリ決まるっていうことで、結構ですね特殊なこんな感じなんで、実際釣り場で使ってみたら、さらに発見があるのかなと思いますけども、動きの方は
発売前から動画なんかでもいっぱい出てますからね、そこら辺見ると、分かりやすいかと思いますが、まあ自分の方でももし撮れたら水中の動きなんかも、撮ってみたいななんていうふうに思います。で、村上さんのところから似たようなギル型ワームが、間もなく登場ということで、でそこら辺のなんか裏話がブログなんかにいっぱい載ってあって今面白いですよね。なんかこの構想が今活社で、立ち上がって秘密裏に開発を進めていたら、なんと村上さんとこから全く同じようなワームが偶然、開発中っていうのが出て、で後発で出したと思われると、真似したと思われるとあれだからっていうことで急遽、まだプロトタイプが雑誌の紙面に登場したっていうような風に書いてありましたけどね。まあそこら辺本当ギル系のワームって本当今流行ってますかね。ブルフラット、最初はスタッカーワイドだと思いますけども、あそこら辺から始まってブルフラットが空前のヒットをして、でどういう風なワームってなると、このジャバロン型のギル型ワームって、使ってみたいですよね。みんな思いつくところは一緒なのかなというところで、村上さんのところの、こういったジャバラ構造のワームも非常に楽しみですけども、はい、というわけでこんな感じでセットしてみました。どうでしょうか、なかなか面白いですよね。これどう思ったらいいんだろう。ちょっと釣り場で投げるのが楽しみですね。で、まあ基本ノーシンカーの動画が多かったですけどね。ライトテキサスとか、まああとは何ですかね、ヘビキャロの具とかにもいいんですかね。ジャバロン、初代ジャバロンなんかは高滝ラブで、ヘビキャロの具にしてでかいバスボコボコに釣るのなんて見たことありますからね。ああいった使い方もあるんじゃないかなというところで、でその他には何か書いてあるかな。バランス調整法、基本的にジャバギルは全てのリグに使用する際、腹部に任意のネイルシンカーを挿入してスイム姿勢をまっすぐに調整して使用します。基本として24分の1オンスから16分の1オンスのネイルシンカーを矢印の位置に挿入してください。最も安定したレンジキープとスイムバランスを得られます。より軽量のネイルシンカーでも十分に姿勢バランスは保たれますが、バランスが乱れるときは傾く反対方向のヒレに 0.9 グラム程度のネイルシンカーを刺してバランスをとってくださいということで、腹部矢印のところ、この矢印のところに、だからここら辺ですかね、ネイルシンカーを入れてこう姿勢を安定させてくださいということですね。でその下にはチューニング1、フッキング性のアップチューニング、ジャバギル高浮力樹脂インナーコアは額部分の穴より取り外しが可能です。ここにコア材が入ってるんですけども、これですね、コアを取り外すことで中空構造となりボディが潰れやすくなります。バスのサイズが小さいフィールド、タフなコンディションなど、フッキング性能を劇的に向上させたいときに有効なチューニングです。テキサスリグやスイミングで使う場合には特に有効です。ただしダウンショットや他のリグでボトム着底時には水が入ると完全な縦の姿勢は維持できません。ということで、まずはこの頭のなんかが取れる、あ、ここになんか入ってる、あ、脳みそ出てきた、脳みそ出てきた、おお結構入ってる、おお、ちょっと想像以上に大きな脳みそが入ってましたね。おお、これが出ると頭のところがかなり、これ今中空な状態、すごい柔らかい状態になってますね。こうすることによって、フッキングがものすごい良くなるということで、で、その下にもさらにチューニング方法が書いてあって、チューニングにフローティングチューン、
インナーコアを取り外した後、開口部を瞬間接着剤で閉じることでフローティングスイムベイトとして水面での使用が可能です。水が入ると沈みますので、より確実なフローティングにするには中空内部に発泡スポンジなど浮力体を入れて開口部を閉じて使用しますということで、ここの穴を瞬間接着剤でこう閉じて、ここに空気のお部屋を作るとフローティングになるよっていうことなんですね。で、基本はこの具が入っていて、これまた中入れられるかな。あ、入った入った入った。はい。普段はこの中にこういう浮力体が入ってるんですね。結構硬いです。カチッとした感じです。で、状況によって。こんな感じで取り外したり、あとはこの中に発泡スチロールを入れたりしていろいろ調整ができるっていうことですね。まあ、この中になんか就業剤とか入れといたらどうですかね。食いついた時にブワッてこう就業剤が出て、より食いついてる時間が長いとか、そんな使い方もできたりするんですかね。まあ、ちょっとうわー、これちょっと気持ちいいですよ。一回やるとですね、あんまりやってるとぶっ壊しちゃうかもしれないんで、ちょっとここら辺しときますけど、ここのコア材が入っておりますということで、これは高浮力樹脂インナーコアっていうことなんで、結構浮力をここの今の中身の具で調整してるってことみたいですね。はい。いやー、ちょっと面白いですね。その他まあまあまあ、ここの特徴的なヒレとか泳ぎに絶対影響してるんだと思うんで、まあまあ実際ちょっと釣り場で使ってみたいですね。来週ぐらいにもしかしたら1日釣りに行ける日取れるんじゃないかなと思うんで、ちょっと今回はですね、買ってきただけなんですけども、早速釣り場で使ってみたいと思います。まあ、関東だと亀山ダムとか、あとはギルクイ場としては豊房ダムとかですかね、最近オープンした、ああいったところで聞くんじゃないでしょうか。だいぶ物資を眺めていると、本当ギルがこれぐらいのギルですよね、が結構フラフラ、気温が高い日は浮いてることが多くなってきたんで、終日投げ切れば何本か取れるんじゃないかなって、非常に楽しみなんですけども、はい、こんな感じでございます。で、竿はどうですかね。ミディアムからミディアムヘビー、H パワーぐらいまでのやつがいいんですかね。で、いつもの、ちょっと重さの方も測っておきたいと思います。はい、じゃあですね、今カツのジャパギル110、これは何グラムでしょうか。これフック付きの状態です。25.1グラム。はい、重さはですね、張り付きで水晶のエリートツアーワーム 316R50 番をつけた状態で 25.1グラム、こういった重さでございます。ということで、まあ針もちょっと大きめの針ついてるんで、ミディアムヘビーからやっぱヘビーぐらいのアクションが使いやすいんじゃないかな、なんていう風に予想しております。いやー、これのリアルカラー欲しかったな。絶対ちょっと写真とか、映像で見る限りものすごい、凝った感じのカラーリングですからね。とりあえずはですね、この、GP ギルってこの色でですね、頑張って魚でっかいの狙っていきたいな、なんていう風に思っております。ということで、今回はですね、待ちに待った今勝者の今年の目玉、ジャバギルの110、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。